皆さんこんにちは。バレエトレーニングディレクターの猪野圭司です。今日のバレエに役立つテーマはプロムナードをしたい。かかとを前に、かかとを前に、かかとを前にできない。どうしてどうしてプロムナードができないのというお話です。トレーニングをしているとですね、トレーナーなんですけど、バレエも教えておりますのでですね、テクニック的な相談も受けることが多いですね。で、プロムナードができませんと。プロムナードが苦手です。どうしたらいいんですかっていう質問を受けるんですね。それで、その来てくれた人にですね、どうやってそもそもプロムナードをしてますかと。先生には何て言われましたかって、聞くとですね、できない人の、非常に多くの割合の人が、かかとを前にしようとしてるんですね。プロムナードをする際にかかとを、このかかとを前に送る。前に送れば回るのよ。前に送れば回るのよってなんか言われているみたいでですね、かかとを前にしようとして、崩れてると。どうしてもかかとが前に行かないんです。どうすればいいですかって聞かれるんです。結論から言ってしまうとですね、かかとは前にするんですけど、いきなりかかとを前にしちゃダメです。一番最初にかかとを前にしようとすると崩れます。前にですね、回転の練習の仕方っていう動画を上げたんですね。で、基本的にはこの回転の練習の、丹田のアントゥールなんていう、ここから脇を送って横に丹田をするっていう練習、これが回転の基礎みたいな形になるんですけれども、その、内容がですね、知りたい方はリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方も、先にですね、なるべくご覧になってください。それでその、丹田のアントゥールなんていうのがあったやったという体でいきますと、プロムナードも回転の一種なんですね。回転の一種なので、法則性は同じです。なので、一番最初に動かさなきゃいけないのはかかとじゃなくて上半身です。こっちの脇を送って、その後にかかとを前にします。で、かかとを前にただしようとすると、かかとを前にしようとすると、こっちを前にしようとするので、上半身を引きたくなるんですよ。こうこっちをこれを前にしようとするから、こう逆の方向にね、体をねじろうとするので、上半身を引きたくなるんです。そうすると、こっちに行きたいのに、こっちに行くエネルギーが生まれちゃうんですね。それがプロムナードを台無しにしてるんです、多くの場合。なので、かかとを前じゃなくて、まず上半身を送ります。上半身を送って、その後にかかとをついてこさせる。上半身を送ってかかとをついてくる。上半身を送ってかかとをついてくるというふうにやることで、プロムナードが非常にスムーズになっています。この感覚がわからない方は、丹田のアントゥールなどのこっちの練習の方を、先にやった方がいいです。そっちの方が、上達は早いと思います。で、この、プロムナードのやり方は、自分でセンターでやるときも一緒だし、パドゥドゥなんかでも一緒です。パドゥドゥなんかでも、よくこう持って、こうやって、こうしたときに、男性がこっちに動いていくと、だんだん、こう、ああ、負けちゃうみたいな、自分が全く回らずに、自分の腕だけを持っていかれるみたいなことがあったりしますけれども、これもですね、女性の側がこっちを送るってことを、こっちを送るっていうことをしてくれないとですね、男性がいくらこうサポートしようとしても、こっちがグイーンってこう腕だけがいって、体が全然回ってこない。
ですね。それでも固まってこう固まってってやるうちは、まあ、パドルなんで、あの男性が押したらちょっと回ってきたりするんですけど、大体歪んできますね途中で。なんで女性がですね、自分で、こう立ってる状態でプロムナードを回れる能力があるとめちゃくちゃスムーズにいきます。まあ、もちろん男性のね、男性が丸く歩くとかあるんですけど、まあ、基本的に大人の方もしくは発表会に出るとかでなったらプロを呼ぶじゃないですか。プロを呼ぶんで、そういう技術はとりあえず問題ないと仮定してですね、もちろん子供っていうか、これからパドルをしていきたい男性、男子、10代の男子の子たちはですね、ちゃんとこう丸く歩くっていう練習とかをきちんと男性の先生に教わった方がいいんですけど、ちょっと話取れますので、プロムナードはしっかりと脇を送っておけば、シュルシュルいきます。これさえできればそんな難しい振りではないです。大丈夫です。やってみてください。ポイントは回転系の動きのポイントは脇を送る。あらゆる回転系は大体これです。例えば、フェッテにしてもね、ここからフェッテって言って足をこう出して、フェッテってこう行きたい時にも、こっちの脇を送る、こっちを送るっていう、こっちを送るっていうことで、くるっと行くようになってくるので、自分のこう苦手だなって思う振りの中で、ちょっと回転系が入ってくるやつが、あったらですね、ちょっとこれを、この基本を思い出して、ちょっと練習してみると、かなり変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、一度お試しください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。バレエのですね、上達の役に立てば幸いでございます。このような感じで、バレエに役立つブログなども書いておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。チャンネル登録をして、ね、一緒にバレエに詳しくなっていきましょう。ということで、皆さん幸せな、ハッピーバレーライフ。